私の好意を寄せてくれていたなんか男の子のお話ですね。1秒ぐらいでさささささささって。Hi everyone, my name is welcome back to my channel! 本日はですね、今まで、まあ、動画にしたこと全然なかったんですけど、そして皆さん、あんまりやってないなっていう印象のものなんですけども、めちゃめちゃ効果のある実証済みの勉強法があるので、それを教えたいと思います !Hello!結論から言いますとね、もうそれは英語で日記を書くことなんですよ。やってる方いますかね？どうですか？私も今はやってないんですけど、留学中、毎日、本当に欠かさずにやってたわけですよ。実はその日記がこちらにあるんですけれども、これ後でね、ちょっと紹介したいんですけど、これに私の1年間マジで毎日詰まってるんですよ。本当にこれをやって、本当よかったって、もう後になってから思うんですけど、明らかに成長が見えるし、まあ、ちょっとさっき読んでみたんですけど、まあ、成長って皆さんには分かりにくいかもしれないんですけど、覚えてるんですよ。最初に書いた時にかかった時間と、もう最後なんてもう1秒ぐらいでささささささってもう文章が書けるっていうぐらい、自分が言いたいことを文章にするスピードっていうのがめちゃめちゃ速くなるんですよ。で、もともとやっぱ語彙とかってなんか日常会話で使うものってやっぱまあスラングじゃないですけど、そんなになんかこう難しいことわざとか四字熟語とか英検1級レベルの英語、まあそれに値する漢検1級レベルの言葉とかってあんま使わないじゃないですか、友達と。だから内容としてはそんなに成長してないんですけど、やっぱスピード、そして言いたいことをなんか自分の言いたいようにストレートに言える。昔はなんか変な言い回しとかをしないと言えなかったりとか、ちょっと文法が分かんなかったりとかしてたんですけど、それが目に見えて分かる。皆さんももうね、日本でね、もう今すぐにでね、今日からできることじゃないですか。だからもう騙されたと思って本当にもうやってみてほしい。で、やってみ見たことある人結構いると思うんですよ。結局三日坊主とか、やるしかないですから。やる人はやりますから。私も全然その継続ってもともとそんなに得意じゃなかったんですけど、なんかやり始めて、で、これをしないと寝ませんみたいな。自分の中でルール付けしたら、最初はすごい嫌だったけど、書くことないし、みたいな。でももうだんだんと歯を磨くみたいになってくるから、もうそれぐらいにしてほしいんですよ、皆さんにも。なんか目的を持ってやってほしい。私の場合、留学中の、そのなんかもう出来事を残す。思い出を心の中に閉じ込めるっていう意味でやってたので、なんかに受かろうとか、なんかトイックで何点を取ろうみたいな目標があったわけじゃないんですけど、目標を持てばもっと中身ってそれに寄せていけますから、まあ、例えばトイックで850点取ろうってなったら、トイックで使うような単語を使う。例えば会社でこういった会議をしました、で私はこういったことを話せなかったけど、後から考えたらこんなこと言えばよかったなとか、そしたら次それ言えるじゃないですか。そういう感じで目標を持ってやっていくと、もうさらにね、なんか中身のあるものになると思います。私とかはなんか何時に起きた、眠い、学校行った、つまんなかったみたいな内容で、そんなに自慢できるような内容では全くないんですけれども、それでもあ、こういう時期もあったなとか、感情の移り変わりとか状況の移り変わりっていうのが分かるのが目的だったので、まあそれはそれでいいかなと思います。ただ日記を書くだけで成長できるのだろうか、そう思いますよね。なので、まあ、私の場合はね、第三者へ提出みたいなのはもうお恥ずかしくてできないような内容なんですけれども、もしちゃんとした目的、例えばトーフルで、まあ、何点を取るとか、トイックのライティングの試験も頑張りたいみたいな人だったら、提出できるような内容にして、そのちょっとプライベートすぎない内容にして、ネイティブに添削してもらったりとかね、なんかそういうことをしてもいいのかなと思います。まあネイティブのそのなんか先生とかじゃなくても、なんか英語喋れる友達とかでもいいですし、恥ずかしくなければ、オンライン英会話の先生に読み上げるとかでもね、全然いいかなと思います。そしたら発音の練習にもなりますしね。なのでまあライティングを主にっていう方は別に書くだけでもいいかもしれないんですけど、やっぱり喋れるようにもなりたいっていう方は、こう読み上げたりとかね、するのもいいかなと思います。第三者に提出しなくても、今は、まあ、Google 翻訳とかチャット GPT とかもあるので、それに入力してこれを添削してくださいみたいな感じでオーダーをかければね、添削してくれると思うので、あ、ここはもっとこういう表現になるのかとかをね、書き込んだりしてもいいのかなと思います。なんか私は今は日記は書いてないんですけど、独り言英会話っていうのは続けてるんですね。まあ、それはなぜかっていうと、まあ、学生時代はライティング頑張っててスペルとかもね気にしてたけど、今はもっと会話っていうところにフォーカスを置きたいから独り言英会話をしてるので、もし会話フォーカスを置きたいよっていう方は、まあ、日記じゃなくてね、独り言英会話を毎晩とか毎朝やるとか決めてやるのもいいかなと思います。やり方はね、動画で出しているので
ので、そちらをご覧ください。独り言英会話の場合はね、会話として、まあ、録音すればいいんですけど、残らないので、基本的には。添削とかがないんですけど、日記だったらね、やっぱり後から見て、あ、こんだけ成長したな、こういう文章も書けるようになったなっていうのがわかるので、まあ、そこもモチベになるかなと思います。まあ、独り言英会話でもね、私が今から読むような内容でも OK なので、もう私がただ独り言で話している動画とかもあるので、そちらも見てね、皆さんに勇気出してもらって、ちょっとこんなレベルだった私もやれるなっていう感じでやってみていただければなと思います。でまずちょっともうちょっと恥ずかしいからあんま見せないんですけど、まあ、こんな感じで書いてました。でちょっとね、一番最初読んでみたいと思います。もう2013年10年前なんですけど、8月24日土曜日ということで、この日アメリカに到着した日です。 My host family gave this to me. I will write on this every day. I am so happy to be hosted by such a wonderful family. So far I feel comfortable and Marianne prepared all the things I use. Marianne っていうのは私のホストママですね。 Thank them so much. まずあんま言わないけど。 By the way, today I left Japan. I was so surprised that many people came to see me off. I realized that I am loved by many people. Some of my classmates gave letters and gifts, which was so impressing. まあこれ間違いですね。本当は impressive ですね。 Saying goodbye to my family and classmates was so sad, but I am sure that this year will be a great experience for me. まあ文法的な間違いとか、まあ、ちらほら見受けられるんですけれども、意外とね、高3の留学初日としてはできてるんじゃないかなと。これを見て思い出したんですけど、ホストママに、なんかこれあなた日記に使いなさいみたいな感じで、初日になんかこういうのとか、ノートとか、ペンとか、消しゴムとか、もういろんなセットをもう用意してくれてて、部屋にあって、で、これはあなたの日記用よみたいな感じで、みたいな日記かーみたいな書くつもりなかったけど、まあ、ありやなーと思って帰ったら、本当に毎日、1日も隠さずにやっておりますね。で、まあそんな感じで始まって、悪くない。でも、最初は、あーめんどくさいなーみたいな、今日も学校とか疲れたのに、こう、よしやるかーって言ってこう、開いて、みたいな感じで書いたのがこんな感じ。なんか結構時間かかってた印象です。で、私のね、なんか面白いのが私のハンドライティングも変わっていってるんですよ。最初ちょっと日本人っぽかったんですけど、ちょっとなんかこう、アメリカ人風みたいな。になり始めて、最後ら辺見てみるとですね、もうめちゃめちゃ、うわ、アメリカ人の友達こんな感じで書いてたな、みたいな。わかりますかね？アメリカ人の子たちこうやって書くの流行ってたんですよ。なんかもうグーみたいな感じでこうやって書いてたのよ。なんか、アメリカ人はこうやって書くのか。そうすると英語があんな風に可愛くなるのかみたいな。手書きの文字いろいろ模索する時期あるじゃないですか。そんな感じで真似してたらすごい変わりましたね。はい。じゃあ中間ら辺どんな感じかっていうと、ちょっと面白いページがあるので、じゃあなんかこう日記にね、いろいろ貼ったりもしていますね。これ本当のね、お札じゃないですからね。このなんか。これはいつかというと、まあ、5月26日、ハッピーメモリアルデイ。ということで、メモリアルデーのなんかいろいろこうアメリカの国旗とかをピチ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 貼ったりしてるみたいですね。あとはレミゼラブルのチケットとかあるんですけど、これ映画をね、ちょうど見たんだと思います。まあ、その時の日記なんですけど、まあ、5月25日。We went to Philadelphia in Pennsylvania. There were many historical places. We had fun looking around. I had a cheesesteak, which was like a sukiyaki hamburger. We watched a sad movie. Bye.感じ悪いですね、最後。多分もうなんか書くのめんどくさくなって、もうそれ以上、バイみたいな感じにしてますね。メモリアルデイの時は、まあ短いんですけど、We did the memorial parade. It was tiring but fun. After that, we went to the Schmidt's cookout, even though I was invited to my friend's pool party.I was the only kid and stayed for 4 hours. まあちょっとなんか大人のお付き合いに生かされたような感じですね。で、それで多分もういろいろもらったんでしょうけど。もう本当に最初よりも短くなってますね。もうなんかやっぱり毎日続けてるとやりたくない、疲れたみたいなのってあるんですよ。でも、やることが大事なんですよ。もう一行でもいいからやることが大事で。で、ちょっと本当に一行でもいいからみたいな部分があるんですよ。こことかすごいもう態度なんですけど、4月1日、April Fools, nothing special, too much homework, bye. もうこういうレベルでも書くことに意味があると思って続けてたみたいですね。皆さんの人生の中で飲み会でもう帰ってすぐ寝るとか、今日は仕事で疲れすぎた、勉強しすぎてもう無理みたいな日あるじゃないですか。とか友達ん家でお泊まり会したみたいな。もうそれはもう次の日の朝とかでいいです。とにかく毎日やること。次の日の朝とかだったらまだ間に合いますから、前日のねことを思い出して。でもそれが3日とか空いちゃうと、もうあの日何したっけ、あの時どういう感情だったっけみたいな思い出せなくなっちゃうんで、毎日、今日から毎日やってくださいね、皆さん。頑張ろう
最後の方は、例えば8月9日とかすごいですね。8月9日なんてもうすぐ帰る日なんですけど、もうこっからここまで1ページ半以上書いてますから、相当思うことがあったんですね。で、ここパッと見てみたら、自分のお別れ会、帰る直前でみんなお別れ会、友達来てくれて、いろんなお手紙とか、もうケーキとか用意してくれてみたいな、もう幸せだったんでしょうね。そういう日はもうめちゃめちゃ書いてます。個人名がすごいつらつらとなってるので、ちょっと飛ばし飛ばし読んでみると、 The party was a lot of fun and I'm happy I got to see my friends before I go back. All the people brought letters and gifts for me. They are so sweet. I love them so much. After the party, Zach walked here. He was talkative and stayed for a while. I felt really awkward, but he's a good guy.これはなんか私の好意を寄せてくれていたなんか男の子のお話ですね。はい。まあそんな感じで、もうなんかもうみんなありがとうみたいな内容ですね。はい。で、最終日とかは、これが帰国した日なんですけど、We woke up at 5 and said goodbye to everyone. Judy dropped us off at Newark Airport. Judy っていうのは第2ホストマザーですね。We have 4 big and 1 small suitcases and a lot of bags to take to the airport.We had to open 3 suitcases at the security because they overweighed just a little each. We bought some more souvenirs and got on the plane. I'm writing this now as I'm watching Spider-Man 2. はい、スパイダーマン2がちょうど多分映画出た時の飛行機に乗ってたんでしょうね。はい、もうこれが最後の最後になって、意外とね、ページ数残ってるんですけど、半分ちょいですねに私の1年が含まれているといった内容で、まあ宝物ですね。これを見れば、ああ、こんな時もあったなーみたいな、あー、この時大変だったなーみたいな感じで思い出せるような内容になってるんですけど、皆さんもね、こう英語学習ジャーニーの中にこれをぜひね取り入れて、日記っていうのをぜひ取り入れていただければなと思います。なんかもう本当に効果あるのかなーとか、書くことないなーとか、まあいろいろ思うかもしれないですけど、まずはやってみてください。まあ向き不向きあると思いますから、まあなんか3ヶ月とかやってみたけど、あんまり進歩感じられないとか、そういうんだったらもうやめて大丈夫です。まあ3ヶ月、1ヶ月とかね。まあ進歩なんて、そんな3ヶ月で英語ペラペラになれるわけないから、そりゃあゆっくりのものなんですよ。ということでね、本当に騙されたと思ってやってみてください。英語日記マジでめちゃめちゃ良かったです。私はやって、なんか日本語で日記書くよりもなんか恥ずかしさが薄れるんですよね。日本語でなんか今日は3時に寝たとか言ったらなんかちょっとアホみたいじゃないですか。でもなんか went to bed とか言うとちょっとなんかかっこいいみたいな、わかんないですけど。ということでね、やってるよとか、やろうと思いますとか、とりあえず買いましたとか、日記帳ね、ぜひコメントしていただければと思います。ということで、皆さんを信じて、この勉強法を役に立ってくれたら嬉しいなと思っておりますので、頑張ってください。頑張りましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。Thanks for watching! Bye!